こんにちは、灰原です。もし私たちの世界が恐ろしいウイルスに感染しゾンビの世界になり、バイオハザードのようなことが起こった場合、自分の身は自分で守らないといけません。今回はゾンビが来ても安全な場所を5箇所ご紹介します。バス。カナダ・オンタリオ州にある42台のバスを埋め立てて作り上げられ、世界最大の核シェルターと言われています。核爆弾の直撃にも耐えられるように、厚さ30センチのコンクリートで補強され、500人が収容可能です。浄水を通すための配管が通り、キッチンもあり、救助を呼びかけるためのラジオも備えています。ここは人種や宗教、国籍に関わらず誰でも無料に利用できます。コンクリート。見るからに頑丈そうなこの家は、ポーランドの小さな村の中にあり、可動式のコンクリートで入り口を完全に封鎖することができ、密閉状態になるため、ゾンビが襲ってきても入られることはありません。しかも厚さは45センチ。破壊されることはまずないでしょう。それだけではありません。この家に行くまでに可動橋が設置され、橋桁を上げておけば陸上からはこの家に近づくことも不可能です。普通の日ならシャッターを上げれば、全面ガラス張りなので日光を取り入れることも可能です。ゾンビが来なくても普通にこの家に住みたい。海の上。中米ホンジュラスのグアナハ島から10分先にある巨大岩の上に建てられたこの貸別荘は、ゾンビからの襲撃を逃れるのは最適な場所です。海抜9メートルの高さがあり、ゾンビにはハードルはかなり高め。ゾンビが来なくても周りはサンゴ礁に囲まれ、ダイビングに最適で、水も電気もネットもあるので、休暇で来るのも最高ですね。万が一ゾンビが来ていたとしても、兵士が巡回しているのですぐに対処できそうです。孤島。単刀直入に言います、ここにはゾンビは来ないでしょう。ここはアイスランド本土から南に10キロ離れたエリディ島で、東京ドーム約10個分の大きさ。その中に一つだけ家が見えますが、ここは誰も住んでいなく孤島。感染者は生まれません。しかも上陸するにはボートに乗るか泳ぐしか方法がなく、たとえ上陸したとしても家までの厳しい崖を越えなければなりません。この家は何のためにあるのか。ここは海鳥狩りが行われ、そのハンターの宿泊施設だそうです。そのため狩猟協会の会員か知り合いでないと入ることはできません。でもゾンビが来たら関係ないですよね。地下。米ニューヨーク州の北部にある山地の宿泊施設の地下には、昔核ミサイルを格納していた巨大なサイロがあります。あらゆる衝撃に耐えることができ、地下に行くにはごっつい扉があります。暗証コードで管理されていて、セキュリティは厳重。もし壊されて侵入してきた場合でも、外へ脱出する隠し通路も存在します。2011年に2億で売りに出されていましたが、買い手がついたかは不明です。いかがでしたか？もしゾンビが襲ってきたら、今回ご紹介したところへ逃げることをおすすめします。ご視聴ありがとうございました。また明日。